皆様こんにちは。私実はですね、去年ボランティア団所属するボランティア団体で、勉強会の時にいい教師さんを呼ぼうということで、たまたま新聞で見かけた指導先生のことを仲間に話をします。それでこちらへ、とにかく牧師さんなんだから日曜礼拝に来てみようよということで来ました。それが去年は8月1日が日曜日だったと思います。ですから私にとってはこの教会と新藤先生と関わりられるにしてもちょうど丸1年こういうことでございます。で来て、もうびっくり、心をこうわしづかみされるような思いをしまして、それからお付き合いが深まりました。今日お話しすることはですね、これもなんか不思議な縁があるんだなと思うんですけども、ここに書かれている下半期指標聖句、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。これはいつからここに書いてあるんでしょう。下半期って何月？6月。4月から。あ、じゃあこれ見るの私初めてだし、今月多分初めてだと思うんだ。今までこれを見ててもですね、多分私の心にズキンと来なかったと思います。今日これから話していることはここに書いてあるこのものそのものだという感じがいたします。皆さんのお手元にこの資料を送ると思います。先生から結構いろいろな話を聞いていると思うんですが、実は3月11日に東日本大震災が発生をしまして、その直後から新藤先生は西仙台教会の中澤牧師さん、盟友でございます、この方をサポートしようということで、もう8回ぐらい仙台、それから中澤先生がサポートしている南三陸町というところの志津川高校の避難所、ここへ行かれていると思う。で、先月先生からちょうどここへ行ってる時に電話がかかってきました。お母さん方がですね、子供たちの夏休みで一番頭を悩まして、子供たちをどう過ごさせようかということで悩んでる。その一つが3月11日から避難所生活を送っていて、全くプライバシーがない、大人もストレスがたまりにたまってる。で、子供も普段であれば親にわがままを言ったり好きなことを言う、でも親も大変な生活を送っているのが分かるわけですから、自分の心の中で抑えてしまう。そうするとそれがとんでもないところに出て、うちの子はこんなことではなかったのにというふうなことが見られる。で、それをお父さんお母さんが非常に心配してて、夏休みはどう過ごしたらいいんだろうかということが悩みの種だ、こういう話をされてます。で、その時ふっと私も避難所でもう4ヶ月近い生活を送ってる、そうするともうその生活環境を変えないと、そういうものストレスっていうのは抜けないですよね。我々の生活見ててもそうだと思う。で、ふっと思ったのが、先生思い切ってお子さんたちこっちへ呼んじゃおうかと言ったんです。というのはですね、我々のボランティア団体、その後で、今年度の年間の予算を正式に承認をもらったんですけども、東日本大震災で我々のボランティア団体が何ができるだろうということ、でその中で、いろいろなところから助成金をいただけることも当てにしてますけども、我々の会の予算、それから我々会員の常在、それを集めて100万円集める、で、その他助成金等々で、いろんな計画をしてやってます。で、その一つがですね、東日本大震災全体に対してはいろいろな形で、個人的にもあるいは
他の所属している団体なりに義援金を集めたり、あるいは寄付したり、そういうことをやっている。で、埼玉というのはそういう意味でかなり特殊だと思うんです。ご承知のように福島原発で、あそこに住めなくなった方々が退去して埼玉へ避難をされた。一番有名なのは天皇皇后陛下も行かれた加須市にあります旧紀彩高校、あそこに、双葉町というところからですね、当初1360名の方が一旦スーパーアリーナに行って、それから紀彩高校へ行かれた。1360名、その方々が今現在人数減って900名になっています。それからもう一つ広野町というところ、そこから三郷市の水沼市民センターというところへ約250名の方が来られて、そこの皇太子殿下と雅子妃殿下がお見舞いに行って、そういう意味ではその2箇所は原発避難の方々の象徴的なところなんですね。で、せっかく縁あって埼玉に逃れてきてるわけだから、そういう人たちに何か支援しようじゃない、まあ、そういうことを理事会あるいは総会で決定をしました。ところが投げかけたんですけれども、象徴的なところですか、ある意味いろんなところのボランティア団体が来られてですね、ボランティア疲れしてる、いろんな方が一生懸命何々してあげようかということで投げかけてもですね、もうくたびれちゃってもういいよ、まあ、ある意味全員の収入になりかねない、そういうことで私どもも4月の半ばにいろんなことを投げかけしたんですが、全然返事も返ってこない、催促しても六すっぽ真面目な答えが返ってくる、そういうことの中へちょうど新藤先生から投げかけがあった。でそういったことでですね、思い切ってじゃあ静川高校に避難している子さんたちを埼玉に呼んでこよう、こっちへ呼んでくるとですね、皆さん大宮の鉄道博物館って行ったことありますか？ある方ちょっと手を挙げて、あ、大人だからないんですお子さんたちはね、あそこ行くとね、もうわーわーキャーキャーすごいですよ。で、大人でも鉄道騎士街の人、てっちゃんてっちゃんって言いますよね。ああいう人たち行ったらね、もう丸一日行っても多分飽きないと思う。私それほどの鉄道騎士街じゃないけれども、年寄り仲間とオープンした翌年行ったんです。でも昔の電車から、昔っていうともう明治の初めに西洋から日本に輸入してきたような、そういった列車から、あと天皇皇后陛下が乗るご両者っていうんですか、そういうものの古いのから新しい新幹線、いろんなものが揃って、結構そこへ、子供たちにとっては非常に行ってみたいところのナンバースリーの一つぐらいに入る、まあ、そういったところがありますんで、埼玉に呼んでそういったところを見せよう、それからせっかく来るんだから、一泊だともう今日行って明日帰るのか、明日のこと心配しないといけないから、まあ、どうせ呼ぶんだったら2泊3日だな、そうすれば真ん中で一日はゆっくり、過ごせるということで提案をしました。とそうすると先生のそばにいた厨房のリーヤをやってた方が来られて、その話を聞いてですね、嘘でしょ、冗談でしょ、そんな夢みたいなという話をされる。で、代わっていただいて、いや、皆さん、お子さんたちで大変な思いをしてて、もし声をかけてくるんであれば、真剣に考えるよと言いましたら、すぐ他の人へ話をかけて、翌日、ぜひその話が本当であるんだったら、進めてくださいということで、話がトントン拍子に進みます。まあ、そういったことでですね、先週7月の25、6、7、2泊3日でこちらへお招きをしました。ご承知のように避難所から仮設住宅へどん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 移ってますので、対象を広げるともうバス2台3台になって、我々も予算の関係がありますが、まあ、せいぜい大型の観光バス1台を仕立てて、それで、まあ、40名から45名ぐらいかなということで的を絞っていただきました。最初43名の候補が出てきました。お子さんたちとそれからお子さんたちだけでは、こっちへよこすの心配だし、こっちで受け止める方も大変だろうということで、お父さんあるいはお母さん、そういった方は一緒のメンバーで上がってきました。まあ、それが最終的には、お子さんが20名、幼稚園行ってる方から、僕は高校生、
で小山さんが13名、33名の方が25、6、7とこちらへ、いました。まあ、そういったことでですね、これはその3日間の旅のコース、最初に大宮の鉄道博物館で、夕方は大宮の三沼半島の脇にあります料亭旅館2泊とも、で、夕食の懇親会、そしてちょうどこの見えたお子さんたちがですね、静岡高校というのは自衛隊の生活支援部隊の基地になってたんです、駐屯地で。そこへ来てた自衛隊の人たちっていうのは20代から30代の沖縄部隊の人で、沖縄はですね、三線って言って三味線ですよね、あれをこうかなり多くの人たちが弾けるということで、ふっとご飯を食べた後、時間があると沖縄の舞台の人たちがそれを聞いて、でそれを耳にして高校生の女の子はですね、私にも教えてっていうことで習い始めたのがきっかけで、6、7人のメンバーが この間来たのは女の子が4名、それから男の子でキーボードを弾ける子が1人、5人、それと他の小さいお子さんとか、あるいは大きいお子さんたちが、いわゆるバックコーラスで沖縄の歌を歌うわけですよ。で、そういうことができるというのを途中で、耳にしまして、まあ、我々のこっちへ呼ぶのもですね、何も避難している方たちの高々40名かそこいら、で、我々がそんなに力があるわけではない。でも、一石を投じることによって、あ、そういう支援の仕方、サポートの仕方もあるのかなということで、それが他へ広がっていけばいいな、というふうに思って、そういう投げかけをしたんですよ。やはり他へ広がっていくというのは、やっぱり新聞ですとかテレビですとか、そういうところで、報道されないとなかなか広がってない。ということで、途中でですね、これが一つの売り物になるだろうということで、新聞社ですとかテレビ会社に内閣をしました。で最終的には、テレビ埼玉、それから読売新聞、埼玉新聞、それと共同通信の地方紙、地方の新聞社へいろんな情報をこう流すのを専門にして、そこが来ました。で、この三線を演奏させるのはどこというふうに思ったときに、パッと浮かんだのが、我々が最初にサポートしようと思っていた旧木曽国、要するに話としてですね、宮城県の子どもたちが埼玉県に避難している福島県の人たちを激励に行く、その種が沖縄の自衛隊の人に習った三線だ。こんなちっぽけな話の中に4つ出てくるわけです、変が。で、これ、新聞紙は何か飛びつくだろうということを想定をして投げかけをしました。で、ところが、先ほど申し上げたように、木曽高校でイベント疲れしてて、なかなか受け入れてくれなかったんですよ。訪問する直前になって、新聞社やテレビ局が取材に来るっていうのを投げかけましたらば、静川の子どもたちが木曽高校に行って、何の対応もしないということになったら、これもすごい非難合合とされるの分かってますけど、なんとか受け入れますということになりました。それで高等学校の中にある中庭でですね、子どもたちの三線、それからコーラスをやらせてくれました。で、お父さんお母さんおじいちゃんたち、そこにおられた方は約50名ぐらい、あと住んでるのが教室ですから、窓2階3階の窓からこう静まりになっていろんな方が見てくれます。で、その子供たちの三線を聞いてくれる。この三線というのはですね、気に入った人は覚えがあると思う、非常にこう物悲しい旋律なんですよね。で、そこへ持ってきて子供たちが一生懸命弾いてる、時々キーが外れたり、から歌ってるのも小さい子だとキーが上がらなくてですね、音程が不安定、それがまたいいんですよ。高校生の、中学校の一人の男の子がですね、愛の手をかけるんですが、これがまたものすごく声がとって哀愁があるということで、我々、前の晩に、
明日は本番だからって言うんで聞いたんですけど、聞いててこう涙ゴロゴロで、泊まった宿屋の新宿山屋っていうところのおかみさん、社長、女中さん、それから、板前さん、うん、3人いるんですけど、全員が出てきてですね、その子供たちが一生懸命弾いてる、歌ってる姿にも感激して、もうみんな涙ボロボロと、そういう大変感動的な思いをいたしました。まあ、そういったことが翌日実を結んで、テレビや新聞で報道をされまして、皆さんの資料の後ろに新聞で記事になって、これ出ております。こういったイベントがあったんですが、今回考えてですね、私、新藤先生とお付き合いさせていただいて、新藤先生が、仙台あるいは静岡に行くにあたっても、ちょうどのガソリンがなかったときに、ガソリンをなんとかできないか、あるいは高速道路、緊急車両の許可証がないと通れないというときに、先生から投げかけられて、そういったことで、いくらか役に立ったんですよ。その時の経験と同じようにですね、今回もいろんな難しい問題がありました。でも、難しい問題が起きてもですね、先生の後ろに、神様がついて、その神様が今度は私に投げかけられると、私の後ろに来ていろんな手助けをしてくる、それと同じような思いをいたしました。ですから決して自分がやったんではなくて、新藤先生が押してくれた、あるいはその後ろにいる神様が手を出してくれた、そんな思いをしております。でこの写真はですね、また素晴らしいことに、白井のパパ、プロのカメラマンでですね、これの集合写真、これ私パソコンで、印刷したものですからボケてますけども、これの現場はすごいですよ、はっきりと写ってて、でこれを向こうの窓口に乗ったお母さんに昨日送りました。そうしましたら反撃してですね、もう早くこの写真が見て、この写真をこうみんなに配って、そしてまたこっちへ来た時に楽しい思い出を話をしたい、すると来なかった人たちにも埼玉に行けてよかったね、自分たち行けないけどっていうことで埼玉の人にこれを言ってくださいっていうふうな優しい人たちばっかりでした。そういうことでまた白井パパの写真に声を送れば、また向こうの皆さんが思い出して大変ありがたいなというふうに感謝をすると思うんです。で、非常に感激をしたのはですね、皆さんにお渡しした資料の2枚目の下の方に書いてあるんですが、この静川高校の町長さんとお会いすることもできます。でこの町長さんは子どもたちが三線を弾いているときに、ちょうど後ろの方でこう私立っていました。そこへ来まして、名刺交換してたもんですが、長瀬さん、あなたたちはすごいことをしました。何かなと思ったらですね、静川の人たちも、それから双葉町の人たちも同じ大震災にあって苦労してる。で震災で避難をされてる人たちっていうのはですね、もう4ヶ月以上だと。そうすると皆さんから、あるいは国から、県から、市から、いろんなものをされる、いろんなサポートをされても、それが当たり前になっちゃってる。ありがたみがどん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 薄れてる。ところが今回のこのイベントっていうのは、同じ大震災にあって、片方は津波の被害、片方は原発の被害、津波の被害にあって大変な思いをしている人たちが、原発で被災している、避難している自分たちのところへわざわざ激励に来てくれた。これがすごく町長さんの心を打ったと思うんですね。そういった意味で、あなた方はすごいことを今回してくれたんです。我々に同じ被災したものであっても、自分たちはただ一方的に支援を受ける、サポートを受けるだけではなくて、逆にそういった人たちに激励する、支援することもできるんだということを皆さんは教えてくれましたということを言われました。まあ、よほど感激したと思うんです。で最後はですね、子どもたちの真ん中に入っていって、みんなで一緒に写真撮ろうって言って、白井のパパに撮っていただいた写真が、この中に、下から2段目左の写真、それがそうです。それからこの日も結構暑かったです。で子どもたちが
バスに乗って、我々も一緒なんです、帰るときにですね、バスの中へ来て子供たちと一人一人と握手をして、で、最後にですね、我々このバスが出て見えなくなるまでもずっとこう手を振って、まあ、よほど感激をされたんじゃないかなというふうに思います。で、感激をしたというのも新藤先生がよく言われてますけども、人は無力じゃない、微力なんです。我々も無力、微力でも、微力がいっぱい集まれば大きなことができる。町長さんにも感激をさせ、我々のしたことが一石を投じることによっていろんなところへ波及して、こういう例がこれから増えてくるんじゃないかなというふうに思います。私もこういうことを思いついたのは、新藤先生とお付き合いをし、この教会に不良になったからだというふうに思います。新藤先生を支えているのはやっぱり皆さんです。そういった意味で私も微力ですけれども、一生懸命支えたいと思います。皆さんどうぞこれからも新藤先生を支えていってあげてほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。